レザー調バッグとミニポーチって書いてありましたね。こんな感じで入ってます。なんかカタ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 中で言ってるんですけども、ジル・スチュアートレザー調バッグとミニポーチで、結構薄め、マッチはそんなになさそうな感じですけども、開封していきたいと思います。中はこんな感じです。マッチはなさそうですね。2センチぐらいかな。こちらのポーチとショルダーの紐がセットと、あとミニポーチ、ジル・スチュアートのミニポーチがついてます。こんなにねセットがついて300円ってすごいなと思って、ゼクシー用事ないんですけども、もう結婚する予定もないんでちょっと買ってしまいました。これで300円ってすごいですよね。どうやって利益出すのって言いたくなるぐらい。それではちょっと紹介していきたいと思います。幅が21センチ、高さは 10.5 センチとなってます。マッチは書いてないんですけども、なんかこれを見る限り2センチぐらいはありそうですね。で、全体的な感じはなんかこんな本当にレザー調の生地で、ペランペランでもなく、そんな重たい感じでもないです。で、裏はこんな感じになってます。ショルダーを引っ掛ける金具がちゃんとここについてますね。で、縫い目も綺麗。縫い目もとっても綺麗です。で、表にジル・スチュアートのロゴが型押ししてありますね。こちらはプリントではなくて型押しになってます。で、中を開けるとちょっとくっついてますけども、ポケットとか何もないですけども、ちょっとお買い物とか行くときとかは便利そうなぐらいの大きさはあります。ただね、長財布だと入らないかなっていう感じですかね。やっぱり街もないんで、ちょっとした小銭入れぐらいとハンカチぐらいならまあ入るかなっていう感じで、本当にポシェットっていう感じですね。バッグっていうよりはポシェットっていう感じかなって私は思います。雑誌の値段が300円なんですよね。なのにちゃんと裏地までついてるんですよね。こうやってしっかりした、結構しっかりした裏地です、ね、ちゃんと裏地までついてて、内側も綺麗にパイピングしてあるんですよ。こんな感じで、これはちょっとすごいなと思いました。でもこういうね、可愛らしいケースだと、あ、ボタンが、ボタンがついてるんですけども、ポチッとボタンですね、止めれるようになってます。ちゃんとパカパカではないです。これぐらいの大きさだと化粧品とか入れてバッグの中にね、ポンって入れれるぐらいのサイズかなとは思いました。なので使い勝手は良さそう。これは可愛い。あのどぎついピンクでもなくて、年齢問わず使えるような薄い淡いピンクなんで、とてもエレガントです。見た感じすごい綺麗。私はちょっとこういうぐらいの色大好きです。ジル・スチュアートのねロゴも表に入ってるし、これはちょっといいんじゃないかなって思いました。これで300円ですよ。すごいですよね。ジル・スチュアートのロゴも入ってて、ちゃんとした作りのポーチで、ね、内側に裏地もちゃんとついてる。で、ポチッとボタンもついてる。至れり尽くせり。これはちょっとおすすめです。で、紐は
ついてるんですけども、すごいくっついてますね。ミシミシ言ってます。ついてて、先は金具がちゃんとついてます。で、とても作りはしっかりした紐で、私は多分ケースとして使うので、バッグとして使うことはないので、こちらは使わないと思います。もう一個ジル・スチュアートのミニポーチもついてます。で、こちらはサイズがちょっと書いてないんでわからないんですけども、だいたい手のひらサイズぐらいっていう感じですかね。で、表にロゴがちゃんと入ってますし、この持ち手もちょっとこう、なんていうんです、スクエア型みたいな、なんかおしゃれな感じで素敵ですし、中もちゃんと裏地がついてます。小銭入れとかにするのにちょうどいいですね。私今100均のメッシュタイプの小銭入れを使ってるんですね。事務用品のとこに売ってるのを使ってるんで、ちょっとこっちを使おうかなと思いました。ゼクシー11月号付録の紹介です。これまたちょっと心惹かれる付録なんですけども、超ビッグ2ウェイエコバッグとなってます。こちらは折りたたみができて、出かけるときにはサコッシュバッグとして使って、お買い物とかしたときはそれを広げるとエコバッグにもなりますっていうものらしいです。これ良さそうですね。で、こういうシンプルなバッグを1個も持ってないので、ちょっと欲しいなと思いました。ゼクシー11月号は9月25日発売になってます。ゼクシー10月号の付録はバッグとミニポーチで、バッグはちゃんとショルダーの紐がついてます。で、あとはポムポムプリンの A4 のクリアファイルがついてます。これだけついて300円ってすごいですよね。100均で買っても1個100円で300円なんてことはもう絶対ないね。100均とか行くとこれだけで300円とかするのに、これもつく、ミニポーチもつく、クリアファイルも1枚つくっていう感じで300円、もうこれは絶対お買い得だと思います。カラーもすごい薄いピンクですごい綺麗なんですよね。これぐらいのカラーだと年代問わず使えるカラーなんで、もう絶対おすすめです。本屋さんで見かけたらぜひ買ってみてください。それではバイバイ。